皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、安倍さんの功績で参ります。昨日、スポットニュースを出させていただきましたけれども、輸血をしているという段階で、なんとか生きてほしいという、そういう動画を出しましたが、その直後ですね、速報が入りまして、お亡くなりになったという情報が入ってきました。正直にまだですね、心の整理ついておりませんし、皆様方におかれましても、悲しい気持ちが続いている方もいらっしゃるかと思います。今日はですね、安倍さんの今でもそして未来にも生き続ける功績と政策というのをご紹介したいと思います。まず安倍さんのリーダーシップについてというところと、あとはメディアとの戦いから中国を完封した完全試合を達成した対話というのがあります。それはシャングリラ対話というアジアの安全保障会議なんですけれども、その講演の内容というのをお話しさせていただきたいというふうに思います。まずは安倍さんのリーダーシップというところから行きましょう。安倍さんですね、まあメディアが独裁者だみたいな言い方をかなりしてきて、安倍さんの個人的イメージっていうのを作り上げようとしてきましたね。うん、アメリカでまあトランプさんのイメージ作るやつの日本バージョンみたいな形でやられてきました。ところが安倍さんのリーダーシップってどういうものだったのか。これは TPP というのを紐解くとよく見えてくるということになります。TPP というのは言い出しというか母体になったものは P4 というのになりますね。ブルネイとかニュージーランドとかかな。そういうまあ小さい国々で集まった自由貿易協定があるんですよ。P4 という。そこにアメリカが加わってくることで TPP という大きな経済連携という、そういうビジョンになりました。最初にですね、加わったのはオバマさんではなくて、実はその前なんですね、コブッシュさん。ブッシュさんの一番政権末期ぐらいかな、の時に P4 に加わってるんですよ。で、正式に力を入れて、この TPP を発足させるぞってやり出したのが、まあ、オバマさんということになります。でですね、皆さん、オバマさんのイメージだとどうしても中国に弱腰で親中だってイメージあるかもしれませんけれども、一点を取ってですね、レッテル貼りをすると見えなくなることもありまして、実はですね、オバマさんなんでこの TPP を推進しようとしたのか、実はこの後国民からも反対を受けて、議会からも反対を受けるんですけれども、それでもオバマさん推進しようとしてたんですよ、最後の最後まで。これなんでかっていうと、この、今で言うとこのインド太平洋エリアあるじゃないですか、このアジアのですね、インド太平洋エリアの経済的ルールを中国に握らしてはいけないということで、オバマさんは TPP を進めようとしたんです。中国を封じ込めるために。確かに軍事的には、例えばですね、台湾海峡を通る前に中国に一回連絡するとかっていうことをやってましたので、軍事的にはかなり弱腰でした。そのイメージは強いんですけれども、実は経済的には中国に主導権渡すマジということで取り組んでいた。なのでアメリカは、TPP を強く推進した。で、これとは逆のこともまた言えるんですけれども、これを撤回して脱退したのはトランプさんですよね。なので、トランプさんがやったから悪いんだっていう考え方も、片やトランプさんあんま好きじゃない人にはあります。でももうこの時というのは、議会も反対してるし、国民も反対してるし、トランプさんがやるって言ったってやれるような状況じゃなかったんですよ。なので、政権発足して他のことをうまく進めるためには、ここ折れざるを得なかったということですね。なんで、アメリカファーストなんで、まあ、自分の言ってることにもかなってるというところもあるんですけれども、まあもう TPP 脱退以外の選択肢はトランプさん就任当時はなかったっていうことですね。うん、なので、それをもってまた、トランプさんが、孤立すぎたとか、保護主義だとかって言うんですけれども、あの時アメリカがそうだったでしょっていう話になるんですけれども、まあまあまあ、見え方の問題があるよっていうことでございます。実はですね、それに乗っかって、中国にルール作りをさせてはいけないというところで取り組み出したのが第二次安倍政権ということになりますね。この時ですね、TPP に参加する上で日本の懸案事項って何だったかというと、まあ、農産物重要5品目と言われてますよね。米、麦、あと豚肉、牛肉などの肉、あと甘味料系のものかな、あと乳製品かな、重要5品目あるじゃないですか。これを日本は保護しなければいけないけれども、 TPP って関税をおおむね 99% か 100% 撤廃するんですよ。そこに聖域を設けていいのかどうなのかっていうのを2013年直談判しに行きます。で、オバマさんとの会談で聖域なしではないよと、聖域あってもいいよっていう言質を取るんですね。で、それを大々的に声明という形で、オバマさんも OK 取って、声明という形で発表します。さらに、
日本に帰ってきてから、その聖域を設けるっていうのを閣議決定してですね、日本の中で文書としてガチンって残すんですね。証拠だぞっつってガンって残すっていうところ。そっから、交渉に入っていくということになります。ここで、安倍さんのリーダーシップ、なんか独裁主義とかそういう形でマスコミ書いてますけど、全然違うぞっていうところ。実はですね、この時に、交渉をするための人っていうのを100人以上かな、105人ぐらい安倍さんチームを作ってるんですよ。このうち7割ぐらいが国外交渉の方々。で、うち3割が国内で交渉をする方々。100名ぐらいの人がこの TPP の交渉のためにお仕事をされていたんですね。で、安倍さんは一番大元の聖域作っていいよってところは自分でガンってやるんですけれども、その他の交渉ごとであったりとかっていうのはチームを作って完全に任せる。で、メディアからの批判等々の矢面には自分が立つっていう形ですね。徹底的に仕事をする人たち、チームを守って支えるっていう方向を取りました。これが功を奏しまして、日本はこの重要5品目に関して大幅に保護することができたんですね。重要5品目なんですけども、これ関税項目に直すと586かな、600近くあります。うち7割ぐらいを保護することに成功してるんですよ。全体で言っても、他の国々が 99% から 100% を関税撤廃なのに、日本は 94% で止まってます。日本だけ、特別待遇を受けたんです。なんでこういう待遇を受けたのかというと、安倍さんのリーダーシップがあったから。実は、この100人の交渉の人たち、いろんな国を回って交渉します。特に日本の重要5品目に関して交渉するんですけれども、この時に、アジアの国々、ASEANの国々とかですね、アメリカのような交渉上手のハードネゴシエーションをするような国との交渉に慣れていなかったので押し込まれるわけですよ。実は日本のこの交渉担当の人たちがその相談役をしてたんです。いろんな国を回ってアメリカがこんなことを言ってきたけどどうすればいい？いや、そこはね、強気で言ってるだけだから、ちょっと突っ放ねて時間を置けば折れてくるから大丈夫だよ。取り合う必要がないよと。アメリカがガンと言ってきた時に答えられないことがあっても弱みを見せたらダメだと。毅然とした態度でですね、その件に関しては今ちょうどここ近々のところで話し合ってると、今答えられないから待ってほしいってガシッと言えばいいよと、様々な細かいアドバイスをしていくんですよ。で、どんどん日本に対してありがたいなっていう気持ちが生まれてきて、助けてくれるんだな日本はということで、日本が困ってるものに関しては助けてあげようということで、日本の重要5品目の7割ぐらいが保護されるってことになったんです。この一番指揮を取っていたのが安倍さんで。で、みんなに自由にやらせてあげて。矢面には自分が立つから精一杯やってくれっていう、このリーダーシップが功を奏したので TPP はこういう形になったっていうお話でございます。はい、ではですね、次は中国を完封した話でございますけれども、この話をするためにはですね、まずは特定秘密保護法の話からした方がいいかなと思いますね。この時にメディアが、例えば国民の知る権利であったりとか、報道の自由を抑圧するものだということで、安倍さんは独裁者だというようなネガティブキャンペーンを張りました。で、このネガティブキャンペーンというのは国内でやってるだけではなくて、その記事が海外にも行くので、海外でも日本の悪いイメージが広まっていったんですね。さらに、これを中国が活用して、日本が軍国主義化するぞと気をつけろということで、また日本封じ込めのためにこういった情報を活用するという、負の連鎖、循環があったわけです。日本のメディアというのは中国が日本を封じ込めるための資料を中国さんに渡していたっていうのはそういう状況になっていた。これを全部ぶち破ったという話があります。その話をするときに特定秘密保護法がキーになってくる。これがなんでできたのかっていう過程なんですけれども、安倍さんが就任してから国家安全保障会議というのが作られます。国家安全保障会議。これですね、安倍さんの前からあるんですけれども、9大臣会合と言いまして、9つの閣僚が集まって会合するんですけれども、まあ、いわゆる承認機関になってしまったんですね。防衛大綱が上がってきたら、はい、いいよって承認して流すみたいな形だけの機関になっていた。これをもう一度生きた機関にしようということで、ここに手こ入れをするところから始まります。旧大臣会合以外にフットワークが軽くて実質的に実りのある会話ができるように人数一回減らしましょうということで、4大臣会合というのを併設します。併設する。で、それが首相、官房長官、外務大臣、防衛大臣。で、安全保障について話しましょうっていうのを月に2回定期にするんですね。で、プラス、緊急事態会合というのをプラス、設けます。これはですね、例えば国土交通省、これは海上保安庁の管轄ですよね。あとは、国家公安委員長だ。これ警察の管轄ですよね。
必要な時にそういう人たちを呼んで、拡大会合、四大会合、プラスアルファをやるということで、いくつかの会合を併設させるんですね。で、これで具体的に、安全保障っていうのを作っていきましょうと。なので今までは外務省は外務省、防衛省は防衛省で縦割りでやっていたのを情報をちゃんとミックスさせてやらないともう安全保障の議論できないよっていう当たり前の話ですよ。これを安倍さんがやりだした。で、このためにはですね、効率よく話し合いができるための資料がいるわけですけれども、おおむね45分から60分ぐらいで議論しますので、このための、安全保障会議を支える局を作らなきゃいけないということで重要な局が作られる。それがですね、国家安全保障局と言います。国家安全保障局。これがですね、非常に重要な局なんですけれども、ちょっとですね、ここ第6版で6つの組織が作られてるんですよ。これ面白いので、6つの組織だけちょっと硬いかもしれませんが、これだけ紹介しますね。6つの班。まず1つ目が、局内の総括及び閣僚会議の事務を行う総括調整班。これは事務方になります。で、2つ目、ここから面白い。アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、インド、アセアンを扱う政策第1班。つまりは味方、もしくは味方にしたい国々を扱うのが政策第1班。で、次が中国、韓国を含む北東アジアとロシアを扱う政策第2班。つまり仮想敵国もしくは敵国を扱うのが第2班。で、次が中東、アフリカ、中南米を扱う政策第3班。これがエネルギーとか食料ですね。超重要な国々。で、5つ目が防衛大綱などの報告書、法整備ということで戦略企画班と、最後は情報機関との連絡調整を行う情報班ということで6つの班を作るんですよ。うん、面白い組み方をしてるなというふうに思いますけれども、ここがですね、いろんな局の局長とか係長レベルかな、事務方とかと調整をしながら、いろんなその議題で話し合うべき内容というのを構築していくんですけれども、この時に一つの権限が与えられます。それが外務省でも防衛省でも、情報を引き出す権利っていうのを与えられるわけですよ。これがないと、安全保障の戦略を横串入れて、縦割りじゃなくて横串入れて作れませんので、情報を引き出せる権限を与えるんですね。で、この時にですね、問題になってくるのが、各省庁から情報が外に出るっていうことになるので、この情報が外国に漏れると、まあ、特に仮想敵国とか漏れると大変だということで、この情報を取り扱うためのガイドラインとしての法案が必要だっていうことになるんですよ。それで作られたのが特定秘密保護法なんですね。なので国民の知る権利云々とか、報道の自由云々とかっていうところだけで着火させて、安倍さんは独裁者じゃとかって言ってるようなマスコミの切り取り方っていうのは、全くもってもう大きなところのあるところの本当に側面の一部だけを切り取ってわー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 騒いでいたということになりますね。これは中国は活用しがいがありますよね。日本が独裁国家になるとかですね、軍国主義の足音が聞こえるとかということで、中国側が日本を非難して封じ込めるための資料として大活躍するということになります。これと同じような文脈で今日は割愛しますけれども、集団的自衛権ですね、これの憲法解釈を変更するっていうところですね。今は、PKO 活動なんかでも自衛隊が最小限ですけれども一応武器を携帯できるようになりましたし、日本の自衛権の発動というのが日本の国土を侵略されないと発動できないとかっていうわけでもなくなって、なので敵基地攻撃能力っていうのも話し合われる、この素地ができた。これも安倍さんの功績だということでございますけども、この時もメディアはですね、日本は戦争できる国にしようとしているとかですね、そういうまた軍国主義に結びつけてということで、中国人かっていうような、そういう報道の仕方をしてたということになりますけれども、これがですね、日本の国内のみならず、海外でも外信という形で、英語とか他の国の言葉になって伝えられるので、実は、安倍政権というのはかなり危険視されてました、海外から。例えば憲法改正に関しても、国民が憲法改正を望んでもいないのに、無理くり改正しようとしているナショナリストって見られていたんですよ、安倍さんは。で、中国はこれを利用して安倍政権叩きをやって、おそらく日本の国内にいるメディアの審判なんかも使ってですね、安倍政権をガンガン叩いていた。もしかしたら野党の中にもそういうところと繋がっている、中国なんかと繋がっているような人もいるかもしれませんよね。という情報をねじ曲げて安倍政権叩きっていうのをしていた。これを国際社会でひっくり返した出来事が2014年にあります。それがですね、シャングリラ対話と呼ばれるものでございます。アジア安全保障会議と言いますけれども、イギリスのシンクタンクが主催をしている会議なんですけれども、
シンガポールのシャングリラホテルっていうところで毎年開催されています。ということで、シャングリラダイアログ、シャングリラ対話と呼ばれる安全保障会議になりますけど、2014年、安倍さんがこの会議で基調講演をしました。それが素晴らしい講演だった。ちなみに、外務省のホームページにアーカイブが残っているので、スピーチ全文は外務省のホームページから確認できます。興味のある方は、ご覧になってみてください。まずですね、冒頭、まあお礼とともに安倍さんがですね、このアジアっていうのはものすごいこれから成長していくんだよっていうお話をするんですけれども、その上で安倍さんの自身の現状の情勢認識っていうのを話するんですよ。これからすごい経済的に伸びていくエリアであるにもかかわらず、安倍さんは残念だという認識を示すんですね。非常に残念だって言うんですよ。なぜ残念なのか。経済的に少しずつ良くなっている、その経済的な成果や果実というのが、軍拡とか兵器の売買に使われてるじゃないかと。これは非常に残念なことだなと。もっと平和的に使って、国民の生活が良くなるように使われなければいけないんじゃないのかっていう当たり前のことを言うわけですよ。その上で何が大事なのか。それは国際法を守ることだって言うんですね。国際法を守ること。法の支配というのが最も大事なんだっていうところ。当然中国はピクってもうなりますよね、この時点で。三つの原則というのを安倍さんが提示します。三つの原則。原則その一。国家は何事かを主張をするときに、法に基づいて主張しろ。法に基づいて主張しなさいと。さらにですね、原則その2、主張を通したいからといって、力や威圧を用いてはならない。これが原則その2。で、最後、原則その3が、紛争解決には平和的な手段を使えと、これを徹底しなさいということですね。簡単に言うと、国際法に照らして正しい主張をし、力や威圧に頼らず、紛争はすべからく平和的解決を図れということですって安倍さんは言ってます。で、この後が面白いんですけども、これはですね、当たり前のこと、人間社会の基本ですって言ってるんですね。あれですよ、中国もいる、ASEAN 諸国もいる、いろんな国がいる前で、人間社会の基本ですって言ってます。中国は人間社会の基本ができていませんねってこと。言ってしまってるっていうことなんですけど、もう中国はピクピクピクと来てますよね。さらに、この三つの原則とは別で、もう一つの原則、プラスアルファの原則も一個いてる。それは何かというと、軍拡とか、まあ、兵器の売買とかですね、軍事予算の増強であったりとかっていうことに関することなんですけれども、これに対してですね、ディスクロージャーの原則っていうのを言ってるんですよ。ディスクロージャーなんで、情報公開です。透明性を持たせるべきだと。脅威を防いで、軍事の方にお金を使うんじゃなくて、平和利用してみんなの暮らしを良くするためにお金を使うためには、情報公開で透明にしようやってことを言ってる。もう中国はピカ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 って来てるわけですよ。で、さらにこんなことを言ってます。日の光に勝る殺菌薬はなしって言ってますね。日の光に勝る殺菌薬はなしって言ってますんで、まあ中国を日の光の当たるところに出しましょうやと。そしたらもうジュワーって燃えちゃうからね。出しましょうやっていうことを言ってる。中国はピカ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 って来てるっていうことになります。という形で中国を牽制するんですけれども、今度は日本への理解を求めなきゃいけない。この時は中国を逆利用するということになりますが、日本への理解というところを2つのテーマで理解を求めます。一つが積極的平和主義というものですね。で、もう一つが新しい日本人ということで、最後に新しい日本人という定義をしています。積極的平和主義なんですけれども、ちょっとここに関してはですね、安倍さんの実際に言った言葉というのをお読みしたいと思います。この時ですね、南スーダンで PKO 活動が行われておりました。この PKO 活動に際してこんなことを言ってます。そこにはカンボジア、モンゴル、バングラデシュ、インド、ネパール、韓国、中国といった国々の部隊が参加しています。国連の文民スタッフや各国 NGO の方々も大勢います。南スーダンの国づくりを助けるという点で、彼らは皆仲間ですって言ってる。わかりますかね？中国を仲間ですって言ってる。この PKO 活動の場においては仲間ですって言ってる。ところが、同じ仲間であるにもかかわらず、なぜか日本の自衛隊だけが武器持ってないと困りますと、武器持ってませんと。
国連のこの文民の方々とか NGO の人たちっていうのは自らを守る手段がないと。で、こういう人たちが武装勢力に襲われた時、当然この半ばの中国の人民解放軍とか韓国の軍とかインドの軍とか他の国の軍っていうのは武器持ってるんで、この文民の人たちを助けますよね。日本は参加、それに参加できないんです。おかしくないですかって。だから国際的貢献をするために、みんなと一緒に平和を守るためにも、日本というのはこの安全保障の体制、考え方っていうのを変えていかなきゃいけない。これが積極的平和主義だって言ってる。つまり今皆さんと同じことができないぐらい日本っていうのは厳しい状態になってると。みんなと同じようにする、ただそれだけのことが積極的平和主義なんですよっていうことを説明するわけです。皆さんと同じこと、インドネシアと同じこと、ベトナムと同じこと、フィリピンと同じこと、そして中国と同じことが PKO の場でできるようにすること。この法整備を今検討して話し合ってますっていう話をするわけですね。ここで日本が突出して何か軍国主義に走ろうとしてるって、そういうわけじゃないんだな。平和のためにできることが制約されてるから、それを我々と同じぐらいに戻そうとしてるんだなっていうことが理解されるわけですね。それで最後に、新しい日本人というお話をしています。ここでですね、安倍さんが釘を刺すんですね。本日はお集まりのすべての皆様に一点、曇りもなくご理解をいただきたい。ということを言ってる。一点の曇りもなく理解してほしいことがありますよってことが言ってる。それが、日本人というのが平和を愛していて、戦争を憎んでいて、ただただひたすらに平和を追求している、そういう道を日本人は昔から歩んできてますよ。我々だけではなくて、我々のお父さん、そしてそのまたお父さん、お母さん、ご先祖様は、そういうことを常に念頭に置いて、日本人というのは暮らしてきたんですよっていうことを言っている。その上で、新しい日本人というのを定義するんですね、安倍さんが。新しい日本人。この新しい日本人の定義が見事です。昔ながらの良さを一つとして失わない日本人。昔ながらの良さを一つとして失わない日本人が新しい日本人なんだってことを言ってる。つまり平和を愛し、そして自分の仲間が成功することを我がことのように喜ぶ。当然、南シナ海とかインド太平洋の平和を愛し、そして南シナ海やインド太平洋の国々が成功することを自国のように喜ぶ日本人、それが新しい日本人なんだっていうことを最後に言うわけです。そしてこのシャングリラ対話の一番最後、締めの言葉はこんな感じで終わりました。日本は法の支配のために、アジアは法の支配のために、そして法の支配は我々すべてのために、アジアの平和と繁栄よ、とこしえなれ、ということで、このスピーチが締められるということになります。中国に対してチクリチクリと前半やりつつ、日本の法整備、ですね、安全保障の法整備に関しては中国を仲間だと言って同じ水準にするだけだよ、ということも言って、最後は日本人に対する恐怖や誤解、これはメディアが撒いたものですよね。これを払拭すべく、昔ながらの日本人、昔から日本人って変わらないんだよと、それを一つも捨てない新しい日本人っていうのがまたみんなを助けるよと、みんなと肩を組んで一緒にやっていくんだよっていうところで、最後この対話を締めている。これに対して中国はごも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 、いや南シナ海では歴史的に見てうんぬんかんぬんとかですね、そういう苦しい言い訳を終始するだけになってしまって、完全なる完全試合が行われたというお話でございます。これが2014年の話です。ちなみにですね、自由で開かれたインド太平洋構想というのが国際社会にこの言葉として伝えられるのは2016年アフリカになりますね。2016年、その前からインド太平洋構想の下地となるような情報共有を2014年の段階から安倍さんはしていた。重要なのは、なぜ2014年、このシャングリラ対話っていうのは5月なんですよ。なぜこの段階から中国の現状変更を牽制するような動きをして、こういった対話をしているか。これはなぜかというと、ロシアの動きがあったからですよ。2014年ユーロマイダンがありました。その後3月にクリミアを併合します。ロシアがまんまと知恵を使った形ではありますが、現状変更をしてしまったんですよ。ロシアという核兵器を持った大国が実際にクリミアを取る、ドンバス地方の3分の1を取る、こういう現状変更を成功させてしまったんですね。中国が同じことをやった時、日本の尖閣諸島を取られる、沖縄を取られるという危険がもう安倍さんにはかなり高い危機意識があったと思います。その上ですでに8年前こういう動きをしていて、中国を完封していたと。
ということですね。なので安全保障に関して安倍さんというのは本当に日本に貢献してくださったし、高い能力を持っている。今回の件に関して我々は安倍さんを失ってしまいましたけれども、安倍さんの残してくださったこういうレガシーであったりとか環境であったりとか政策というのが今生きています。そしてこれから未来も生き続けていく。これをちゃんと育み育てて日本を守っていく。これが残された我々のミッションじゃないかなというような気がしてしまいます。謹んでご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。